それでは最初のコーナー、ブラウブリッツオンザシーナちゃんです。今日はブラウブリッツ秋田クラブコミュニケーターの前山恭平さんをお迎えしてお届けしていきます。改めてどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、ブラウブリッツ秋田、先週も試合あったんですけれども、はい、いよいよ前半戦が終了しまして、はい、ブラウは8勝6分け7敗という、まあ、50% は超えてる感じですね、うんうん、はい、この前半戦振り返って前山さんからいかがですか？もう結果だけ見たら目標がこう6位以内っていうところだったので、はい、少し物足りない部分ではあるんですけど、開始、リーグが始まった時の、連勝であったり、はいはい、そういったところのこうああいったものを継続できれば順位は上がっていくと思いますし、ただ結果が出てなくてもブラウブリッツ秋田らしいサッカーを継続できているので、まあ、その積み重ねが今後また結果につながってくるのかなと思うので、まあ、総合的に見たら悪くないんじゃないかなと。そうですね、はい、あの町田ゼルビアにもブラウは勝ってますからね、はい、そうなんですよ、すごいです、そうなんですよ、ね、格上に勝利するブラウブリッツ秋田っていうのがちょっと定着しつつありますけれども、そしてですね、6月28日水曜日に先ほどおっしゃってましたアウェーで清水エスパルス戦がありまして、結果がこうなってます、はい、ね、1-0 で勝利、うん、すごいです、はい、嬉しいですね、うん、いや、いいですね、これはね、本当、うん、みんな喜んだ、うん、もう昨日ねグランド行ったら清水勝った勝ったってみんなこんなあるでしょずっと余韻に浸れますよね、なんかこうスタッツもすごかったみたいでこれは清水戦のスタッツ、はい、はい、これ見てください、ほとんど相手のボールなんですよ、もう前半戦なんかもうこのシュート数見てください、26、なかなか見ないですねこの数字はブラウブリッツは1本ですよ、うん、ただね、ただその中にあって攻撃はされているんだけれども前半だけであるとすれば清水の最後のシュート、はい、シュートのところをちゃんとプレッシャーかけているのでゴールの枠内、うん、飛んだボールはなかったんです、ゼロですよ、それだけプレッシャーが非常に前からの前線からのプレスが素晴らしい、やはり堅守の秋田ブラウブリッツの良さが全て出ていると思います、そう感じました、はい、前山さんもそうですね、そうですね、枠内シュートが少ないってことは打たれる本数が少ないってことは、うんうん、しっかりシュートコースが切れてるっていう証拠なので、そういった守備はもう全然間違ってないですし、それを何回もこう繰り返しやることでいくらシュートを打たれても、まあ、結果通りしてはしてないっていう形になるので、こう寄せ切るっていう部分はすごくできていたのかなと、すごいですね、相手に対してきちんと寄せる、はい、これがこう離れてると打たれます、そしてそんな中秋田ブラウブリッツもちゃんと得点を決め切ったと、はい、はいはい、それがこれですよ、説明するけれども、はい、本当に自分たちの良さを出し切っていますよ、前から何でもってリスタートコーナーキックかフロースローインフリーキック、ここからの得点が一つの特徴的なブラブリッツなんですよね、はい、それがここに出てきています、コーナーキックからコーナー相手コーナーキックですよ、当然ゴール前で相手選手と競り合います、その時に相手がクリアしたボール、これを当然クリアする時もプレッシャーかかるから遠くへは飛ばないという形になりますね、でクリアしたボールを沖野選手、怪我から復帰した選手ですよ、はい、沖野選手が、彼がボールをキープし、そして藤山選手、ボランチの選手ですけれども、うん、彼のところへボールを出します、そうした時相手ディフェンダーと競り合いながら
左アウトサイドでパスを落とす。ここに沖縄選手パス出した後全力で前に行きます。プレッシャーかけます。そしてもう一人斉藤選手、トップの選手ですけれども、彼が相手ディフェンダー2人に挟まれサンドイッチされています。それを彼が反転して抜け出してシュート。ゴールキーパーは権田の、あのね、ワールドカップの日本代表の選手、はい、キーパーでしょ。それを射抜いた。これは本当にね、この沖野選手から藤山選手にボールが渡った、ここもアウトでちょっと外してくれたということ。それに斉藤選手一人じゃなくて出した沖野がなおかつ前線に飛び出して相手ディフェンダーに迷う与えた。この連携の中の得点です。そう見ます。そういうとくどいようですけれども、ブラーブリッツの良さが出てますね、うん、そうですね。もしかしたらこれ良さも出てますし、もしかしたら沖野選手がボールを持った時に、あの沖野選手じゃなかったらもしかしたらサイドに振ってまたクロスっていうことになったかもしれないんですけど、うん、まあ、それよりも沖野選手は最短距離でゴールに向かいたいっていうところのイメージがあったと思うんですよね。なのでこういった縦パスが入って、まあ、ゴールにつながったので、こういった沖野選手のイメージが、伝わったゴールかなっていうのもありますし、なかなかブラウブリッツって真ん中を崩して取るゴールがないので、まあ、こういった沖野選手がいることによって新しい攻撃のバリエーションっていうのも増えて、今後増えてくるのかなと思います。今言ったのはね、はい、今ここからここここからもう一つの選択肢としてサイドっていう、ここを使ってからクロスという、そうでなくて沖野選手はここを選んでくれた、中央からと、それを説明してくれたんです、はいはいはい、ね、確かにいつもこうやって絵で見てると横の、ね、攻めが多いんですよ ねブラブリッツの得点シーンって。そうです、ね、今回はちゃんとこう真ん中はいね、ありますもんね。そうなんですよ。やっぱ点数取れるチームってサイドからもそうですけど、真ん中を崩して点取れるっていうこともあるので、そういった可能性をまた今後感じると思うと。あの前話したように、ここバイタルエリアっていうのここにボールを入れてくれて、ね、この前の得点もう1回解説したとこ、ここからあったでしょう、うん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 、ね、まあ、じゃあこうサイドが相手にとってこう対策しやすくなっているところで、こう真ん中からの攻撃もできるんだブラウンみたいな。そうです、そうです。意表をつかれた感じはあるかもしれない。それはあると思いますね。もう慣れてきたな。分かりやすかったです今日の解説 ね。そしてちゃんとこの1点を守りきって、はい、清水エスパルス相手に勝ち点3、はい、ゲットです。素晴らしいですね。素晴らしいです、うん、そして7月2日日曜日に今度は秋田に戻ってきまして、ホームでいわき FC 戦がありました、はい、こちらちょっと悔しかったですね。結果こうです、はい、1対1で引き分けとなりました。ちょうどいわき東北ダービーと言われてるんですけども、はい、前前期の時は秋田が岩手に乗り込んで、 そして岩手ですね、うんうんうん、乗り込んで、はい、そして福島に乗り込んで、そして岩城さんが悔しい思いをした。で 1-0 で勝って帰ってきたんですよね、うん、今度確か今岩城さんチームとしては低迷していますけれども、同じ東北の秋田には絶対勝ちたいというその思いもあるだろうし、うん、そういうものが互いにぶつかり合ったゲームであったと思います。当然秋田の良さも出ているし、向こうの良さも非常に出たゲームだったと思います。で結果として我々はとても、あの試合途中からみんなで、ああもっとブラブリッツゆっくり我々ゲーム見せてほしいなってサポーターはね、うん、そういう話も出てたんですけれども、で前半はあの競り合いの中で 0-0 だった、はい、後半始まって間もなく、後半5分ですよね、始まって間もない段階でこういうゲーム展開が、そのこのちょっと前、はい、この前に岩城さんにビッグチャンスがあったんです。もう
もうやられたなっていうようなディフェンスでいて、相手が飛び込んでヘディング当たった、それがそれた、ね、その後間もない状況。これは相手に攻められてキーパーがボールをキャッチしてキーパーのボールだったんですよね。その時にキーパーから直接ロングボールが蹴られて、そこで畑選手が相手ディフェンダーと競り合いながらボールを落とします。はい、これに丹羽選手、変わって間もない後半から出た選手ですけども、丹羽選手が、沖野選手に、沖野選手は78分の得点なんですけども、77分、1分前に入ったばっかりですよ。で、先ほどはここで、はい、中使った、今回は丹羽選手とのワンツーでアウトサイドを使って、ワンツー、ここからパスした瞬間出て丹羽に縦パスを入れて、丹羽選手が高速ドリブルでギリギリまで行ってクロスを入れる、クロスを入れるね。で、この時にもう一人畑選手、ここにいた選手、キーパーからもらった畑選手がもうここへパスした時にはもう全力でゴール前へ飛び込んでいる、ね、こういう動きも非常に大きかったと思います。で、相手ディフェンダーに当然畑選手もプレッシャーかける。で、丹羽選手は高速出て周り見ていますので余裕があった、三上選手にも余裕があった、ね、それでクロスを入れたのがクロスへ直接的に並んで相手ディフェンダーにぶつかってコース変わって外に出た、これを余裕でゆっくり周りを見ながらシュート決めて、非常に競ってる時は厳しいんですけど、これが上がったりするんですけど、よく上から押さえてくれたと思います。ですからこの時に変わった選手たちがよくゴールに、三上選手も変わって間もない、で畑選手も変わる、この2人は10分ぐらいかな、そういう中で、で前山選手さっき言ったように沖野選手の選択がここ、沖野選手の選択がここ、こういうものがこのゲームの中に出てきて、そういうことで、ね、見ていてもそうです ね、いやすごい良かったですし、このゴールに関してはブラウブリッツ秋田らしいゴールっていうか、あの相手サイドの深い位置を取って深い位置、ね、ゴールキーパーと相手のディフェンスの間に速いボールを入れるんですけど、あの一見相手のミスってなんでミスっちゃったんだよみたいな、意外とイージーミスみたいな風には見えるんですけど、やっぱり自分のゴールの方に戻りながらボールに対応するってすごく難しくて、そういったそのミスを誘発させたっていうのもありますし、まあそれを見逃さなかった三上選手の嗅覚っていうところ、本当にブラウブリッツ秋田が、あ、まあこれぞブラウブリッツ秋田っていうゴールですかね、サイドから速いボールで仕留めるっていう、まあすごい良かったと思います。で、三上選手もあの試合後話してるんですけども、往々にしてこっちから入るとき畑選手が飛び込んでいったダブルときもあるんですよ、それをよく状況を判断しながらちょっと間を持った形でいった、そう本人話してるってことは、やはりそれだけ見えていたってことですね。やっぱベテランっていうのもあるし、その入ったばっかりでちょっと心の余裕とかもあったんですかね。もちろんあると思います、やっぱりこう疲れてる中だったら判断能力が下がってきたりもするので、そういったその交代のタイミングとかっていうのは、あの監督、吉田監督の凄さかなっていうのも、あるので、前今言ったように、選手交代してすぐ得点ってね、本当になかなか、ね、だから監督ミオリに尽きるところもあります。なんかでもブラウ結構ある感じしますね。ありますよ、ありますよ、ね、交代してすぐ得点決めますとか、あります、結構ありますですよね。前半ガーッと守ってゼロスコアレスで 0-0 できた時、だいたい40分、40、50分、あの辺で変わってね、それから、そうですね、それとね、この得点今ここまで話してるんですけど、選手が復帰してきたっていう話をしましたね。はい、ほんでね、ボランチに入る諸岡選手、非常にあの今年入ってきた
そのチームの中で本当にあそこのボランチが非常に我々前から心配した、彼は非常にそれを前半戦うまくやった、ほんで怪我でちょっと休んだ、それが戻ってきていますよ、いわき戦からですね、はい、あの状況は、はい、我々見てよりもそばで見てるから、はい、うんうん、そうですね、やっぱ彼の良さはもうハードワークと球際と、まあ、セカンドボールを回収するその予測能力、いやもうそういった部分ではブラブリザ秋田にいなきゃいけない選手、いないと、まあ、いないと諸岡選手がいなかったからか分かんないですけど、諸岡選手がいなかった時になかなか勝ててなかったので、まあ、諸岡選手が戻ってきてよりこうブラブリッツ秋田が目指すサッカーをできるのかなと思うんで、非常に重要な選手かと思います。あの諸岡選手と前山さんはちょっとプレースタイルも似てるみたいな話。そうですかねまあよく走るってとこじゃないですか自分で言うのもあれですけど前山さんはもう今言ったように、自分も言ったように、あのグラウンドを立って小さくて、はい、とにかく動いている選手誰って言ったら前山ハッチ、そんなそのぐらい動いてたんですよ、ね、そうですね、じゃあ それぐらいまず諸岡選手もこう運動量っていうのはもう人一倍っていう感じなんですね、はい、うん、ですね、まあ、確かにね、今回、まあ、あの怪我してた選手たちが続々と、ね、復帰してきて、あの中村選手もそうですし、はい、うん、やっとこう揃ったなっていうところで後半戦スタートっていう感じですもんね、はい、なんでここからは結果もついてくるんじゃないかなと思いますけどね、はい、うん、ね、残り19試合ですか、はいはい、レギュラーシーズン全42試合で残り19試合なんですけれども、まあ、今後もね厳しい戦いは続いていくと思いますが、はい、いかがでしょうか。そうですね、やっぱりもう最後の方は、はい、ある程度順位が見えてきているので、うん、やっぱり大事なのがここから7試合9月の初めぐらいまでが勝負なのかなって思ってくるので、はい、ここからが一番大事ですね。次回が水曜日ですね、はい、アウェーでヴァンフォーレ甲府と、はい、そしてまたホームに戻ってきて日曜日にロアッソ熊本戦と、はい、まずヴァンフォーレはどうなんですか。いや、天皇杯、去年天皇杯優勝したチームっていうのがあって非常に力があるなっていうのがすごく印象的で、本当に、こう個人の能力が高い選手が多いんですよね。で、個人的な話で言うとゴールキーパーの選手が大学の同級生で、たまたま川田選手って言うんですけど、まあ、その選手の前では負けたくないなっていうのはあるんで、まあ、フォーレには勝ってほしいですね。そうですね、ちょっと応援に熱が入りますね、はい、そうなんですよ、そして熊本はいかがでしょうか、はい、強い印象ですけど、強いですね、ポゼッション、ボール、パス回しですね、簡単に言ったらパスを回すのがすごい上手で、なかなかボールを持たせてもらえない状況っていうのが続くと思うんですけど、まあ、エスパルス戦みたいなイメージでしっかり守ってワンチャンス決めるっていうところで勝ってくれればなとは思いますけど、ね、ただ本当に強いです熊本ね。え、こここの前みんなで、はい、ギリギリになって1対1になった、その後サポーター隣の隣にいて、はい、皆さんあれだな、厳しい戦いで攻められる方が1点取って勝つよな本当だってね、町田破ったでしょ、清水破ったでしょ、全然フィリピンの試合では彼らにね、厳しい中で耐えて耐えて本当に爆発的にそこで力だ、ね、でも本当今後半でも本当試合の感覚も短いんですよ、この、ね、うんうん、ね、4試合全部そうですね、で選手たちも大変だと思うけどね、うん、今みんなで応援します、うん、もう行くよりしょうがない。そうですね、うん、まあ、多分この清水に勝ったっていうところも熊本にとってはちょっとおっていうポイントにはなりますよね。なります、なります、ちょっと怖いなみたいな、はい、ね、
また格上相手に大勝利を、ね、収めてほしいんですけれども、はい、この9日のホーム戦はなんと特別ゲストがいらっしゃると。そうなんですよ、はい、まあ、相手が熊本っていうこともあってくまモンとクレヨンしんちゃんが来場します。7月9日 は、はい、クレヨンしんちゃんとくまモン、クレヨンしんちゃんの関係がですねあれですよね、ヒロシがお父さんが、そうなんですよ、ヒロシが秋田出身、そうなんです、でミサエが熊本出身、そうなんです、っていうところですね。そういう、そういう関係でしんちゃんが来てくれます。ね、嬉しい、くまモンが来るのは嬉しいですね。そうですね、秋田で見ることなかなかないですもんね。ないですよ、ないですよ、ね、7月9日はクレヨンしんちゃんとそしてくまモン、まあ、はい、現地ではくまモンっていうらしいですけどね、よそモンじゃない熊本のモンっていうことでくまモンらしいです。そうなんだそうらしいんですけどね、くまモンがね来てくれるので、まあ、何やるかはちょっとまだ、そうですね、当日のお楽しみっていうことハーフタイムで登場しますんで、はい、中に前山さん入ってったら、いやいやいや、それはね、なんでだちゃんとキャラクターなんでね、はい、やっぱりブラゴンも、ブラゴンも入ってくるんでしょうか、そんな感じね、入ってきてなんかいろいろやるんじゃないですかね最近ブラゴンちょっと目立ってきてますから ねやっぱハーフタイムショーといえばブラゴン そのチャレンジ対決みたいな ね、いろいろありますから、企画ありますから、それも見れるかもしれない、ね、かもしれないですね。はい、そしてこの日はですね、先着2000名の方にブラウゴンのクラッカーうちわもプレゼントいたします、はい、その他キッズパークや飲食ブースもかなり多く20店舗近く出店されるので、はい、ぜひぜひお子さん連れでもね楽しめると思いますので、うん、ご家族揃って会場に足をお運びいただきたいと思います。美味しそうですね、はい、いや本当に最近出店してくださるお店の方のメニューがすごい豊富で美味しそうで、あんまり言いたくないですけど、こうそこだけ食べて帰るっていう人も本当は試合来てほしいんですけどねそういう方もいるぐらい魅力的、OK なんですね、はい、そうですね、ちょっとこっちは不本意ではあるんですけど、いやいや、でもやっぱりこう中の盛り上がりの声とかも聞こえてきますから、うん、はい、やっぱりそれでちょっとこう見て帰ろうかなとか ね、そうなんですね、まあ、小さいお子さんだと長く最初から最後までいるのは大変かもしれないですけれども、はい、ちょこちょここうやってね、外に遊びに行ってまた戻ってとかっていうのもできますからはい、いっぱいね楽しみ方ありますので、ぜひ7月9日ホーム戦ロアッソ熊本戦開催されますので、ぜひソユースタジアムに足をお運びください。ということで以上、ブラブリッツオンザシーナちゃんのコーナーでした、はい。